そうですね、まだ若手ばっかりなんで何とも言えないですけど、ただ未来に向けてやっぱり自分たちの立場を確立するためにやっぱり一生懸命やってますんで、すごく一生懸命さは出ていいと思うんですけどね、はい、そうですね、やはり先発であればやっぱり関東近いところまで行くで、中継ぎであればやっぱり出てった時にね必ず先頭を打ち取るとか、そういう時やっていけばどうにかゲームっていうのは作れるんじゃないかなと思ってますけど、第1第2クールでかなり多くね投げ込んできたんで、その結果を出すためにいろいろ実践的なことをやったりとかしてるんですけどね、第4クールはまあ紅白戦やったり、それで総仕上げをしていくっていう形になると思いますけどね、で当然その第4クール終わった後にまあ個人個々の課題っていうのは見えてくると思うし、それをオフどうやって、課題をねしっかりできるか、それが楽しみですけどね、課題にしていた低めでストライクを取るとか、そういうことがしっかりできてたんでね、であとやはりランナーいる時にゴロを打たせてダブルプレーを取る、そういうのはできてたんで、まあ今回は良かったとは思いますけどね、はい、今年最後最後でやはり優勝できなかったってことで、来年は少しでもまあ円滑にねブルペンを任せられたんで、それを円滑に回して優勝を目指して頑張りたいと思います。それですので皆さん応援に来てください。若くていいのはいますんで、ピチピチしてますからお願いします。